浅井さんのお宅ですよね。三輪です。三輪椿です。浅井京介くんのクラスメイトでクラス委員をしています。あ、浅井くん。いつもと声色が違うからお父さんかと思った。からずっと同じクラスだったじゃない。うん、ここのところずっと風邪で休んでたでしょ。だからどうしたのかなって。初めて来たけど、浅井くんってすごいところに住んでるんだね。超高級マンションじゃない。ここって前にテレビにも出てたよね。どんなお金持ちが住んでるんだろうみたいな特集で。え？一人で住んでるの？そうだよ。ここみたいにセレブな街じゃなくて、畑ばっかりで何もないよ。最近はね、外国の人がたくさん来てて、ちょっと活発になってきてるんだけどね。ここ自由が崎学園はその名の通り、とても自由な校風が特徴です。個性的な学生が多く、若手のミュージシャンやアイドルなどの芸能人も多く通っているのでした。華やかな反面、成績が悪くても簡単に卒業できるので、学園とは名ばかりの芸能スクールだと言われています。実際浅井くんはよく休みます。でもカノンちゃんはスケートがあるからよく休むのはわかるけど、浅井くんは私と同じ一般人のはずなんです。浅井くんって謎の多い人だな。まる。あ、ごめん、私ブツブツ言ってた？ああ、病気なんだっけ？そんな話、初めて聞いたよ。間違いないよ。だって、浅井くんのことなら何でも日記に書いてあるはずだもの。でも、いいこと聞いちゃったな。メモメモ。
浅井くんはお父さんをパパって言うのでした。欧米か、まる。骨川さんって、あ、あのアニメの